はい、どうもデンです。さあ今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日はですねこちらいつものごとくハレツーさんでオリパを購入してきたんですけれども、今回見えるんです買わせていただいたんですが、なんとですね見てください、表目にですね偽オーキド博士そしてキクコということですね、なんかこの因縁っぽい2人がいるなということで、こちらをね買わせていただきました。そしてねやっぱキクコがあったら買うしかないよねということで、もうね脳みそ通さずにバズンとね、買わせていただきましたんで、こちらキクコそしてね横にあった偽オーキド博士、こちらをですね、まあ、開封してどんな内容なのか、因縁をですね、長い因縁をですねこのここでねはっきりさせてやろうじゃないかというふうに思っております。ということでやっていきましょう。はい、ということでね開けていきたいと思います。まずはやっぱりオーキド博士でしょう。やっぱねキクコはちょっと最後まで取っておきたいっていうところがありますので、おスリーブが可愛いですね。いいな、こういうスリーブに入れてくれてるのもこのハレツーさんのやっぱオリパのいいところですよね。はい、行きましょう。偽オーキド博士、まあ、どっちがね、どっちが果たしていい感じ、強めに入っているのか。あ、これも25周年ですね。はいはいはい。なるほど、なんだこれは。よっ。これは、なんだ?ほい!はい、マグマ団のグラードンですね。今、いくらぐらいなのこれ。3000円の今回ね、なんだ。3000円の見えるんです。なのでね。はい。S12 パラダイムトリガー、5番グラフィックスさんということで、多分これは、ルギア V の SR かな。いきましょう。せーの、ほい。はい、ルギア V の SR ですね。なるほど、ルギア V、 マグマ団のグラードン、そして偽オーキド博士という3枚セットでございました。ちょっとねパラダイムトリガーね全然ルギアの引きが良くなくて、僕全然ルギア確保できないんですけど、オリパからねルギアの SR めっちゃ引くんですよなのでルギアの SR で、デッキが組めそうです。はい、ということで続いてこちらキッコの HR の見えるんです、開けていきたいと思います。よいしょ。さあもちろんキッコの HR ということで、もうこれで3000円、これで見えるんです。3000円は超えてるかなと思いますんで、まあ、残りはねもう全てアドという感じで見ていけるかなというふうに思っています。はい、 V スターですね、トリプルレア V スタートリプルレア S12 ということで、これは多分ルギア V スターかな。あ、そうですね、プラネタ望月さん、ほい。はい、ルギア V スターですね。なるほど、ということはこっち側がなんだというところなんですが、サポートの SR っぽい光り方してるな。 S8B ということで、VMAX クライマックスの、サポート SR、U西田さんということで、なんとこれ荒木博士かな。ほい。はい、そうですね、荒木博士の博士の研究ですね。なるほど、博士の研究ルギア V スターキクコ HR ということで、まあ3000円500円1000円ぐらいの計算かな。そうそう、かなり強い感じになってますけどね。はい、ということでやっぱ今のトレンドはルギアでしょうということでね、あのルギアもねパラダイムトリガーがいろいろ再販されたっていうところがあるので、まあ結構値段はね落ち着いてきたかなというところなんですけれども、まあ今後ね、ディレギュレーションが落ちた後、特殊エネルギー環境が少し変わった後ですね、どういう風にルギアが活躍していくのかちょっと楽しみにしておきたいなという風に思っております。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価で応援いただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。でもやっぱりオリパって皆さんやっぱり得をしたいじゃないですか。どれだけお得に買えるかみたいなところって大事だと思うんで、どちらの方がお得に買えるのか皆さんの購入の参考にしていただけたらというふうに思っております。